これね、ステージセレクト戻っちゃうとね、ネジで、ネジでもうあれで回復できないのよ。だからもうこのまま行くっけな。うるせえ、使わねえよ。使わねえよ。あ、でも使ってみようかな。今回先に立たず。えい、使うわい。おい、なんだよ、ここ使っちゃダメだな。意味ない。ここ使う。俺のコンクリート。おお、そういう感じなの。これも漏らさず。いや、でもこれ面白くなってきたな。あう、そうか、これがあるんだ。よし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 、いいぞ、これは面白くなってきた。お前、もう武器や。バッド剣だよ。これは面白くなってきた。ちょうどいいな、なんか。全然来るね。ここで名前行かんほうがいいな。もっと頻繁に降りてこいよ。頻繁に来い。よし。オーケー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 。弱いやつを、弱いやつをピックアップ。お前強いんだよ、微妙に。こう、ちょっとさ、避けるよ、これ。どうやって避けるんだ。思い出したぜ、思い出しちまったぜ俺はな。お前、倒し方思い出したぜ。で、いいボラ、おー、すんごい、これすんごい、クイックドロー、すんごい。蜂は炎に弱い、なぜなら虫は火に弱いから。このよし、あ、一応なんか俺が思ってるより1段階多く食べられるな、火は。だんだん上がってきたよ。お前、お前は比較的弱いことだ。比較的な、比較的。あれ、てか、よし、こいつ自分の弱点武器設置されてるにもかかわらず関係なくある。お、うま、うま、ん、弱すぎない、弱すぎ、気を失うぐらい弱いな、うま。コーギーが来るところ。さあ、フラグ、お前誰、お前トリコ、あれ、お前誰、トリコ。ちょ、微妙にお前判定小さいのなんだよ。お前微妙に判定小さいのなんだよ。愛されボディ。格ゲーだとむちゃムカつくやつ。なんだ、全然いけるじゃん。しかしこれこんなに豪勢に。あ、しかも消してる。おー、強い。
しよし。でもこんな贅沢に使っちゃっていいのかな。いやいや、ここよ。ここよ、ここ。ここよ、ここ。おーし、やった。ノーダメだ、ノーダメやで。8か。痛い。効いてんのか効いてないんだか。とりあえず 武器だけでも。わかったけどさ、これ。あ、でもこれ。こんなに強くないね、これ。コンクリートさえ余ってればこれいけるでしょ。まだなくなったけどな、もう。まだなくなりましたけども。コンクリート使うんかよ。誰だっけ、コンクリート。あいつだ。まずい、さっきはノーダメだったのに。あ、とにかく。うわー、これがきつい。これは何を見て打てばいいんだろうな。ガムシャラ？ガムシャラ打ち？よし。よしよしよし、まあまあまあ、ええでした。で、こう行って。あ、そんな火の威力強くないわ。うわぁ、ここどうすりゃいい、あの炎。単純にコンクリートブロックを俺は用意しておくべきだったのかな。あ、じゃあコンクリート用意してから行くか、そこまで。うん、それしかないな。まあ、とりあえずもう一回なんか、この序盤のやつの攻略法。なんかねえか。一見してこれはないなとは思う。一見してないなとは思う。一見してないね、これ。一見してねえよ。もうこれはもう。あ、これなんか。なんか最初、極めればこれ最初で。なんか極めれば最初でいけるぞ、これ。省エネで。なんかわからんけど、これ。なんか見えるようになってくる。なんかよくわかんない人間のあれで。人間の、脳のあれで。人間ってすげえや。そんなわけわかんない動きにも対応するんだからさ。あ、
った。ダメだもん。人間、よし。人間はやめた俺。トライデントかな。ブーム。あ、吸い込まれた。でもそうじゃねえんだよ。違う、そうじゃない。一応そこ食らうのか。あれちょっと攻撃に気を取りすぎてる。これどうすりゃいいの。そこにいろと。はい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 、分かった分かった。これ基本ロックマンで俺勘違いしちゃうけど、全員避けするゲームだ。このロックマン9に関しては、昔のロックマンって正直もうこんな避けれるわけねえじゃないかみたいな感じが結構多かったけど、しかもこれさ、これさ、分かったわ、これ。これ3回火に張ってる状態で、相手にぶつければ爆発するんだ。だから、こっちで入れちゃダメなんだ。だからちょっと、コツンコツンの方が、コツンコツンの方が、効率がいいんだ。だんだん上がってきた。上がってきたよ、俺は。わーってきたんだけどね。しかもこいつ一回、それはどうすりゃいいんだよ。あれはどうにもならない。うわー、でも上がってきた。カナダのおじさん、カナダのおじさんも笑っているだろう。これは笑ってる。うるせえな、お前。コンクリートの。おい、コンクリート。コンクリート、いい加減にしろ。使わねえ、このとこ。コンクリートの反乱が。いいね。これはもう使う。使わない。あそこはノーコンクリートだ。ここはコンクリート。ノー。ノーコンクリート宣言。よし。コンクリートは絶対に使わんぞ、俺はもう。あの、誰だか。お前誰だっけ。とにかく使わない。とにかく使わねえからな。お。これでいいでしょ。こんなもんにしといた方がいいかもな。あとはこれ？クラウド？これがなかなか。これなんか減らなくね？使い放題じゃない？意外と！等間隔でこれ。これでなんとか頑張ろう。一気に。これでちょっとさ、おお、これ結構俺が思ってるよりいいぞ。これキックになる。避けるな、ここに来てお前。
よし、頑張った。私は頑張った。さあ次は誰だ。お前か。すまん。あ、もう消せるんだ。消せるんだ、あれ途中で。簡単に見切られるな、あいつ。に関しては蜂がいなくても楽勝かもしれない。あ、なるほど、そっちにちょっと取られる感じ。弱い。あいつから倒すか。ちょっとティーボランは使わずにいってみよう。なんかティーボランが敵のにすごい効きそうな気がしてる。最後。よし、根性。こいつをど根性で倒す。これだ。これでティーボランは、あれが有効な時がいつかくらい。必ずな。使いすぎよ。そんなに有効じゃねえのに使いすぎよ、この武器。がっかり性能だな、こいつに関して。ボム。ボムもなんかどっかで使いそうなんだな。来いよ。来いよ。なんでジャンプすんだよ、お前。俺と一緒に。え、すっぽんディフェンスだ。うわぁ、マジ、こんなやつにやられたよ。まあ、いっか、別に。このブラックホールが、ちゃってんのじゃなきゃ。なるほど。飛ばすんだ、これ、こっちがジャンプして。それで動きを遅らして、ボムに2発、3発当てるんだ。よしよしよし。細けえ知識がついてきた。さあ、プラグ。細けえ知識もついてくる。よしよしよし。頑張る。うわ、プラグも使い切っちまった。すべてを。お前誰だっけ？あ、思い出せない。今使ってた武器のボスが思い出せない。あ、お前その。判定が。なんだ、もう愛されてる。よし、今度はコンクリを。なんか、変に。コンクリをぶっ放すぞ。で、なんかね、もうこれはね、危ねえなっていうのが分かるようになってきた。おいおいおい、いや大不調なんだけど。ちょ、なぜこれ逃げないんだけど。
よし。ちょっと待ってくれよ。これでコンクリート使うの。ちょっと使わないで。2発ぐらい。なるほど。上に上がる。はいはい。ちょっと違うな。今2発も撃ったんだけどな。2発撃って3発撃ってるのか。どうして研究術中にハマってるな。このスタッフ意外と遊べる。僕はな、意外と遊ぶというわけ。ああ、こいつで食らったらない。こいつで食らったらマジない。意外とこれこれもなんか上手い人がやったらなんか よしこれコンクリートか。さすがに コンクリートでマジ楽勝だわ。コンクリアでマジ楽勝。マジ楽勝なんだけど。うわ、なんだ、蜂だ。もうわかる、動きを見れば。え、蜂がもう消えた。うわ、蜂使っちゃダメなんだ。じゃあもうこれ絶対これだ。え、おお。さっき、え、な、何が効くこれ。じゃないよな。うわー、これ。これだ。マグマだ。すべてを使い尽くした。俺はもう無理、さすが。親切設計ある。あ、こいつが出た段階での。あいつが出た段階で。セーブさせてくれんの。わあ、こいつで食らうのマジ痛いな。俺も多分食らわないようにいけるんだよ。引く。何使ったっけ。マグマ、これ使った。使った。ヒニボランが効かないってメガネだったよな。これはねえか。
使ってみるか。あれ、あ、おい、終わった。使いすぎた。とりあえず避けよう。余計の練習。いや、どないなっとんじゃん。じゃあダメじゃん、これダメじゃん。フラグ使い切ったら取っておかなきゃいけないんだね。取っておくわ。さあ準備完了だ。だいぶ今回武器を余してきた。コンクリも、まあコンクリも1セットあれいいっしょ。1セットコンクリとプラグ1セット、これがあればいける。なんとなく見えてきた。水の一滴、水の一滴。これなんかね、今打っても、あ、今打ってもダメ、そう、今打ってもダメなのよ。なんかあいつが向かってきてる時に打っちゃダメ。いいな。早かったか。よしよしよし、それいいよ。早、あれでも早いな。Yes! さあ行くぞ。ラストバトル。あ、これは、待てよ。うわ、やばい、これ。こうか。よし。これだ！わかった！こういうことだ！よし！武器を残せば残すほど有利になる。これはいいな。でもここは行け！ここは熱く張れ！熱く張る場所と。ここは、いいボラ。こういうことでしょう。やべえ。周りにも惜しい。ブラックホールでも弾吸えるか、ひょっとして。だったらブラックホールと T ボランを組み合わせて。いや、それでもここだ。とにかくここで食らわないこと。あ、やべえ。分かってきた。このゲーム分かっちまったよ。熱いな。ロックマンない。それなりに頑張ればこう戦略がつながっていく感じが熱いよ。熱いゲームだな、これ。っていうか、ワイリースって、これラスボスなの？なんかラスボスっぽくない？ 3 段階もある。8ボスいて3段階いるんだったら。これラスボスっしょ。これで、後ろある。あったらやばくない？ここまで死闘を尽くしよう。うわ、よしよし、いや、それダメだっつーの。ここ、これ避ける。この地上打ち、よしよしよし、ここで食らわなきゃいける。これ食らうとまずい。よしよし、
わお。うわー、喜んでいいのかこれは。ここの体力残しが命だからな、もうこいつ。うわー、クラッチ。これは、てかボム食べそう。わー、効く。わー、効くわ。わー、効くわ。よし。うおー、うお、うわ、くらった。あ、そんなの離れては当たらないけど。うわ、やば。一筋縄じゃいかねえこいつは。このヒゲじいさんは。ワイリーからの宿題。ワイリーからの宿題が重くなっちゃう。ここなのよ。もう。ここがもうすべて。ここがもう全部よ。ここがもうすべてだよ。あまりにも。これ意外とね、これこのもうね、俺ここで次くだったらもうね、本当は2発クラッチだね。一発まで、ここ許されない。一発まで。ここも食らわないよ、俺。ここ食らわないから。え、ちょっと、余裕が、今あるっしょかな、3発撃つ。遅いもん、あいつ俺でも。やってみようか。の、なんなら豆玉でいける剣ですよ。ほら余裕で打ち込めるし、これ弱っ。コンクリすらいらんかったわ。コンクリすらいらんかったわこいつ。なんてこと。いやー、でもあれちょっと避けるか、じゃあ。無理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 。これなんて絶対避けられんでしょ。とにかくね、プラグで、プラグで一気に近くに出てきた時に3、4発打ち込む。これがあるまい。爪くらったら命を絶つ。2発ぐらいはダメ。もう一発、この骸骨だわ。もうこれが全部、ここノーダメだったらいける。ご粒子で、あとはこの最初卵ノーダメがもう一番の鍵。いや、なんで食らう。私あれか、ちょっと後ろに下がらなきゃみたいな感じで。ダメだ、なぜ食らう最初のやつを。
回死んでると。すげえ吐くな。すげえ吐くな。ダッダッダッ。大白くなってきたな。さあ、ちょっと一発目にしよう。これね、最初は立ち上がりが、立ち上がり、フランゾファイディー、完璧なまでのファイディー、許さん、ライト合わせなかな。ライトジジイのために、やめんか、うん、コンクリ、ノー、よしよしよし、うまい、火花、よし、ファイリー、お前は強かったよ。しかし間違った強さだった。あ、これ取らんと終わらんのか。よし、派手に行くか。待てよ、これ8で取ってこれるのか。8、頼むぞ。取らねえ、何ら興味を示さない。ジャンピングドリ、カナダのカナカナカナダのおじさん、カナダのおじさんを返してもらおう。許してくれ。ワリ、これを見るか。てか後ろの何あれ？スーパーロックマンみたいなやつ。もうそんな機能あるの？この時から始まって、この時も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 。この時も、この時も、え、なんで9回9人いるの？ないんでしょ、これ。ないんなのに、9回。9回土下座してたの。うー、わしの負けじゃ。今回まだ隠していることがあっては正直に言う。何？ライトのやつが警察に連れて行かれたじゃん。あれは実は偽警官で。私の作ったロボットだったか。そこは偽物だったのか。隣の部屋にライトをさらって来たのじゃが、体調を崩して寝込んでおる。言い訳。すぐに病院に運んでやってくれ。こっちじゃ。この起点である。はい。お、警官ロボ。ライト博士。甘いぞ、ロックマン。超的ポジション。それは悪だ。そこにいるのはワイリーが偽映像を作るときに使ったライト博士そっくりのロボットだ。そうかもしれない。でも、もし本当のライト博士であったら、僕は助けないと。お前ってやつは、
どこまでを人よしなんだ。好きにしな。そこにおってくれよ。なんだかあったら、こういう時のためにさ、お別れじゃ。この城と一緒に死ね。一方無慈悲。はい。本物のライターが死ねなくてよかった。このロボットはかわいそうに。そう、ロックマンには、心が痛むという特性がただ一つの特性。ロックマンの活躍でドクター・ワイリーの野望は阻止された。疑いが晴れたら病床は無事研究所に帰ってきた。また平和な日々が訪れた。だがドクター・ワイリーの行方は不明のままである。読みました。で終わり。アスタプローグデベロップドバイインティクリエサトル西沢サトル吉久津田サトル。うわ、何それ。ジュエルマンたぶらかしてる。ジュエルマンだとしたらやべえな。え、あれ本物の何、自分で読み出せんの宝石。何それ、とんでもねえロボットだよ。そして一人一人にあれあるのかな、ストーリー。おお、いいじゃん、マグママ。もう少し弱めに頼むよ。火力調整が効かないのがたまに傷である。そうか、こいつらは、ちゃんと綺麗な心を取り戻して、それぞれ平和にやっとるちわけか。平和にやっとるちわけやね。俺、植物好き。植物と蜂共存する。ホーネットマンは植物が大好きなんだ。その心を有効活用。トルネードマンとはどうすんだろうな。風力発電所でも回せんか。罰ゲー誰だ。グラビア活動。私はグラビア活動よ。みんなのスターになるの。したたかなやつだ。さあ次は誰だ。イケメンか。楽しみだなこれ。楽しいよ、めちゃくちゃ楽しい。お、誰だ。パシリじゃねえか。ただ俺パシリ特技ない。お前は停電の故障とかせえ。停電した時に電気屋、町の電気屋さんとして働くといい。君は。さあ次は誰だ。あのガッツマンみたいなやつとトレネード。お、グラビティマン。なんかせ。どうして観測してんのかな宇宙。この海からなんかミサイルが飛んできた時とかに対抗するため。あとはこいつだ。お前だ。ガッツマン。お前どうする、絶対工事現場だろ。おい、ワイリー捕まえとる。工事現場におれ。ワイリーや他の者が、ブルースとかが捕まえてるから。しかもワイリーは結構自分で裁縫して、マント自分で裁縫するんだな。トルネードマンどうする、風力発電を回すんだろうな。なんでだよ。並び立ってる。そのポジション狙ってるわけ。トルネードマン。おぉ。手からカプコンが。トルネードマン。ブルースポジ狙っとったんか、あいつ。いくらイケメンだからって。チャレンジ。ミスタートリガーハッピーを達成。フープワイリーを達成。英語で言うな。意味がわかりません。が分かりません。え、うしました。何もなくなって、どうなっとるやん。どうなっとるやないの。あのハテナがなんかハテナじゃなくなってんじゃん。スペシャルゲームズ
ヒーローモード、スーパーヒーローモード、ブルースモードって何だ。あー怖いっす。目玉、眼球移動はないけど、眼球移動はないけど、グラサンが来た。あ、こうしてみるとジュエルマンがいると華やぐな。俺なんで最初に倒しちゃったんだろう。あれ、ネジ交換できない。っていうか、お前も悪者の一員みたいだな、こうしてみると。いい、悪者の一員みたいだな。え？な、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 何よ。何よ、何よ、何よ。ブルちゃん。ブルちゃん何ができるのよ。あ！え？あ、最初だけ。お。え、コイルあるやん。あじけな！昔のアイテム1号。あじけな！上行けた今。あ、微妙に上下行けるんだ。あ、そうだ、俺知らなかった。おうな、おうおう。おうおう、ブルース。何がどうちゃうんじゃ。え、盾で防げるとかないですか？あ、食べれる！なぜお前が貯める？ブルースって貯めれるキャラだった。ああ、ブルースって貯めれるキャラだった。なんかめっちゃ食らうのは気のせい。めっちゃ食らってんのは気のせいっすかこれ。バカみたいに食らってんだけど。え、ちょっとなんかこのモードの詳しい説明を聞きたい。それでやるかどうか決めるわ。ロックマンナイン、ロックマンナイン。ゲームモード、あ、これだ。今だ。ヒーローレスト。ヒーローモード、これだ。本編より敵が多く、一部の仕掛けたアイテムの配置が厳しくなり、本編より難しくなった。スーパーヒーローモード、敵はヒーローモードよりさらに倍化され、一部の仕掛けたアイテム配置もさらに厳しくなった。ブルースモード、本編はブルースでプレイできるモード。ロックマンにはなかった。スライディングやチャージショット。ジャンプ中に盾を構えて敵の球を跳ね返すことができそうなの。またロックマンのサポートアイテムであるラッシュコイルとラッシュジェットはそれぞれブルースコイル、ブルースジェットになっている。ロックマンの相棒であるラッシュを登場します。上級の手はロックマンで優れているが、代わりに受けるダメージをロックマンで湧く。ノックバックで残る距離が長くなり、さらにバスターで一度に打てるかと2発もあると連射力が低下し、加えてサポートアイテムを使用しのみ3発まで打つことができるが、チャージショットができなくなる。加えて移動速度とジャンプ力もロックマンと比べて若干低下している。ステージ中にネジが出現しないため、ダイエット研究所でアイテムの交換できない。またシナリオは存在しない。ごちそうさまでした。ブルース、ダメじゃん。